今非常に危険な状態になってまいりました。私の頭の中でキエフカツレツのイメージがどんどん膨らんでいくという状況の中で、そのキエフの首都という、あ、キエフが首都の国のニュースから。はい。はい、東京新聞国際面です。ロシアがウクライナ大統領選へ圧力。軍事圧力でウクライナ南部クリミア半島を併合したロシアが5月25日に予定されるウクライナ大統領選を前にロシア系住民が多い東南部の自治権拡大につながる連邦制導入の憲法改正を迫り、ウクライナ新政権やテコ入れする欧米諸国に外交面でも揺さぶりをかけています。ロシアは外交攻勢とともにウクライナ向け天然ガスの値上げを発表。また数万人の軍部隊をウクライナ東部国境沿いに結集させ、東南部への軍事侵攻がいつでもできる体制を整えている模様です。久々登場の佐藤勝さん、はい、以前おっしゃっていたことは、このウクライナとロシアの対立というのは毒蛇と毒サソリのこう戦いだという、はい、で下手に手出さない方がいいよってことをおっしゃってましたが、それからあと率直に申し上げると、この記事は素人の記事ですね。素人の記事、はい、ウクライナのこともロシアのことも分かってない人が、うん、アメリカの情報を元にして書いている素人の記事ですから、うん、鵜呑みにしない方がいいと思います、うん、まずですね、連邦制の導入をするっていうことはなんかロシアの押し付けみたいだと、うん、ただ実はロシアが連邦制っていう前に、私はこの問題を解決する方法は連邦制しかないんじゃないかっていうのを論考いくつか書いてるんです、はい、でどうしてかというと、ウクライナの東と南のウクライナ人はロシア語を常用してるんですね。それ自分たちがロシア人かウクライナ人かよく分かっていない。ウクライナの今の政権はウクライナ語をいつも話す、西ウクライナのガリツィアっていう地方、うん、でここはウクライナ民族至上主義とか、あるいはステパン・バンデラっていう昔ナチスと一時協力してユダヤ人殺しとかものすごいやったグループがあるんですけどね、そこの末裔のスボボダっていう自由党っていう党、これは国際基準ではネオナチです。こういうのが閣内に入ってるわけです、うん、その政権ができた時に公用語をからロシア語を外すと、今まで東部南部地域でロシア人の多いところ、ロシア系の人が多いところっていうのは、このロシア系っていうのは国籍はウクライナでもロシア語をいつも喋ってるってことですね。ロシア語も使えたんですよ。これはそうしたらすぐにデモが起きたと。なぜか公務員はウクライナ語できないんです。みんなクビっていうことですよ。それからマスメディアもウクライナ語でしか書けなくなる。あるいは企業もウクライナ語で役所と文書のやり取りするから、幹部は全員ウクライナ語を知らないといけないと。ところが東南部ね、ウクライナ語できる人あんまりいないわけですね。それだから映像でも出ていた火炎瓶投げてた兄ちゃんとか、猟銃撃ってたおじさんとか、そういうのが西ウクライナから東ウクライナ、南ウクライナに来て、市の幹部とか大きな工場の幹部になると、こういうストーリーなんですよ。それじゃあ、それで東ウクライナ、南ウクライナに住んでいるロシア語を使う圧倒的大多数の人たちっていうのは言葉がいらない、きつくて辛くて大変な仕事だけにつけと、こういう発想なんですよ。それそんなことやったらこれは大変な混乱になると。それからロシアは軍隊を軽々に入れることできないんです。例えばクリミアは本当に住民がロシアに行きたいと、こういうふうに昔から思ってるんです。それだからあそこはそういう意味で歴史的経緯も全然違うところですからね。クリミアとウクライナの東部南部違うところでロシアもよく分かってるわけです。要するに自分たちがロシア人かウクライナ人か分かってない人たちがたくさんいるところに軍隊を入れると、そうしたら選ばないといけないわけですよね。ロシアかウクライナ、家族の中でも別れて殺し合いとか始まるわけですよ。それでとなるとウクライナ人とロシア人が本当にいがみ合うようになるわけです。そしたら北方領土にもウクライナ人多いですよ。何人ぐらいいらっしゃるんですか。あ、正確な人数は分かんないです。カラフト、サハリンですね、うん、それから極東、帝政ロシア時代にウクライナの出身者をかなり移住させてるんです、はい、こういうようなところでもインターネットとかそれとかテレビを見てですね、ロシア人、ウクライナ人になんてことやるんだって血が騒ぐわけですよ。それによってロシア国内でウクライナ人、ロシア人の民族対立が起きたら、もうロシア収拾つかないことになる。だからこれは経験には導入できないってことは、専門家にみんなわかることなんです。あとプラス
アメリカの最近のフォーリンアフェアーズなんか読んでると、ロシアは観光客を装ってと、特殊部隊とか武装集団をウクライナに入れてると、戦争はもうすぐ始まると、あるいはロシアは今度ポルトガルまで狙ってると、今度の戦争でと。え、どうしたすポルトガルってな。あのドゥーギンっていうちょっと変わった思想がいて、ユーラシア主義ってこと言ってると、それはロシアはポルトガルまでを狙うっていうことなんだと。こういうのがアメリカの好奇心に出てるわけなんですよ。っていうのは明らかにアメリカは異常な興奮状態にある。それだからリアルに考えた場合に、ロシア語系の人がたくさん住んで正教徒の人たちがいるところの南、それから東、そこに地方政府を作って、そこの経済であるか政治はその人たちが決めると。それでキエフの中央政府との間に連邦条約もすると。それで連邦制にして、ちょうどあのカナダのケベック州であるとか、あるいはイギリスだったらスコットランドとイングランドとウェールズの関係みたいにするってことは、別に軟着陸としては全然おかしくないシナリオと僕は思うんですよね。ところがこれを見ると、連邦制改革が導入でなんか他国の憲法の改正に対してなんか圧力をかけてると、この連邦制ってのは悪いことみたいだと。それはキエフの今中央政府にとっては、連邦制だったら自分たちの利権を東に拡大できないってマイナスはあるでしょ。だから非常に最初の頃はバランス取れてたんですけど、日本の報道もここのところ圧倒的なアメリカやあのイギリスの情報構成、英語圏の情報構成の中でだんだんキエフ寄りになってる感じしますね。あのさっき佐藤勝さんに番組始める前にちょっと画像検索をかけてくれないかって言って、こちらに1枚の写真がこれあるんですね。黄色い旗を掲げている、これ兵士たちですか？いや、これは兵士じゃなくて党員ですね。スボボダ党の、これあの自由党ですね。自由党、ウクライナ の与党ね、与党に入ってる自由党の党員が武装っていうか、まああの兵隊さんの格好して黄色い旗掲げてます。実際に領事持ったり、あの火炎瓶投げたりしてましたから。この旗は黄色の旗で、何が描かれてるかって言ったら、これナチスドイツのあの鍵、派遣鍵十字なんです。派遣クロスです、ね、それからあの敬礼が、手伸ばした敬礼やりますね、あのハイルヒトラー、はい、あのそういう画像も出てるんですが、実際拡大しようとすると全部あの画像はありませんということになってるんですが、まあ、あの厳密に言うとハーケンクロイスとはちょっと違うんですね。 N の字、アルファベットの N の上の方から、まあ、縦にですね一直線入ってる。でもパッと見た感じはこれあの要するに鍵十字系であると間違いないです。鍵十字風に見えます。これどういうことなんですか？そう、これはもともとステパン・バンデラっていうウクライナの民族運動の指導者いたんですね。あのウクライナ独立のために最初ナチスドイツと手を組むんです。それで30万人のウクライナ軍団というのを作って大暴れして、特にユダヤ人虐殺をやるんですね。あの地域ユダヤ人多かったですから。ところがナチスはウクライナ人っていうのを一回りしたら劣等人種と見て、オストアルバイター東からの労働者だって言って、どんどん捕まえてドイツの工場であの労働させるんですよ。でもこれ約束が違うじゃないかって独立って宣言したら捕まえて収容所に入れると。ただこのバンデラの軍団はそのまんまナチス側に残るわけですね。それで戦争が終わったところでバンデラは連合軍アメリカによって釈放されるんです。それソ連がウクライナを当然占拠するわけですから、そのウクライナをソ連の首輝から解放するっていうことでゲリラ闘争、テロ闘争をやって、そのロシアの要人やあのロシアと協力するウクライナ人を殺してたと。そしたらこの野郎始末しちゃいっていうことで、1958年か9年、ちょっと今正確に覚えてないんですけど、あのミュンヘンでですね、 KGB が放った刺客によって殺されます。この KGB の放った刺客が、あの奥さんが東ドイツ人で、それで後でちょっと恋愛問題のトラブルから、あの西側に出てアメリカの亡命者なんで、いろいろこの時の様子っていうのは、まあ、あのスパイの世界ではいろいろ分かって面白いんですけどね。あのこういう経緯のある人、その人の肖像画を掲げ、そういうような形でああいうウクライナに戻せっていう、こういう主張してる人なんですね。だから国際的なネオナチと認定されてます。そういう人が今現在のウクライナ政府、キエフの政府の、まあ、与党にいるわけですね。与党に入ってます。